はい、どうもガクチャンネルのガクです、こんばんは。どうも、前回ね、ドローンを吉野山の方に飛ばしに行ったんですけど、どうでしょう、見ていただきましたでしょうか。まあ、あんまりね、桜が咲いてなくて、いい映像はねあんまり撮れなかったんですけど、まあね、吉野山僕初めてだったんですよね。奈良には結構長い間住んでるんですけど、まあ一時ね大阪出たりはしてましたけど、結構長い間住んでるんですけど、吉野町っていうところはね、よく、まあ、吉野川っていう川がね、流れてて、そこへバーベキューね、しに行ったりとかは結構学生時とかも結構あったし、まあ吉野町っていうのは結構奈良の南の方にね入っていく時には絶対通るんで、まあ通ることは多いんですよね。だけど何て言うかな、吉野山っていうところには行ったことがなかったんですよ、僕実は。で、桜を見に行く、吉野山に桜を見に行くっていうのも今回初めてね、まあ有名なところなんで、ちょっとね、行ってみようと思って、今回ね、頑張って行ってきました。まあ許可関係もね結構めんどくさくて、今回ね、その吉野町の自治会かな、のところにも連絡をちゃんとね入れてくれって言われて、でそういうのもね、わざわざその自治会長さん宛てにね、連絡をして、こういついつの、まあ、何時から何時くらいまででこの場所で飛ばそうと思ってますっていうのをね、連絡まで入れて、行ってきました。だから めんどくさいですね結構ね。で飛ばす時間もまあもう混雑してるのが予想される、まあ、お昼間とか、まあの時間はもう絶対ダメって言われて、もう早朝の朝方しかね、ダメですよっていう風にね、言われました。まあ要するに人がね混んできたらダメですよっていうことですよね。まあそれは当然ね、私もそのつもりでもともといてましたんで、まあ人が多かったらね、飛ばさないということで思ってましたから、まあただもう完全にね、昼間の時間は、まあ人がいてようといてまいと、まあ基本的にはもうやめてくれっていうような感じやったので、まあ朝ね、しかないなと思ってね、もう結構ね、まあ、早く起きて頑張って行ってきたんですけど、まあ、桜がね本当にねもうちょっと咲いててくれたらよかったんですけどね、まあ、残念ながらまだそこまでね、咲いてない状態でした。で、動画のね、最後で結構ね、怒ってたと思うんですよ僕。まあ、珍しくというかあんまりそんな怒ったりはしないんですけど、ちょっとね腹立つことがねあったんですよね。まあここからが本題ですね。まあ実はね、鳥に来て吉野山に来てる人、まあ、っていうのもいてないわけじゃなくて、まあ、観光客の人は全然いてなかったんですけど、やっぱりスチル写真を撮り、に来てる方は、まあちょっと見えた。まあそんなに多くはないですよ。多くはなかったですけど、ちょこちょこは見えたいうような状態でした。で撮影する1箇所目のポイントでは全然問題なかったんですけど、2箇所目のポイントね、で、まあ、先にね実は、スチル写真を撮ってるおじさんがいてたんですよ、三脚構えてね。でいてるなっていうのは分かってたんで、もうどうかな、多分ね声が普通に届かないくらいの距離だから、まあ本当に100メーターくらい離れてたんじゃないかな。まあ、100メーターくらい離れたとこで、離陸準備をね、一応してたんですよ。で、離陸準備をしてもう羽とか全部つけて、さあじゃあ今から撮ろうかって言って離陸をさしたんですね。ブーンと本当に垂直に上に、まあ、10メーターくらいプッと上げただけですよ。ただまあ当然音がしますから、まあ、当然それにファントムだから結構機体も大きいしね、まあ多分音とその機体を見てそのおじさんがですね、まずもう遠く離れてるんで声はダメダメみたいなことを言って、もう手で何言ってるかわからない、手でこうやってやるわけですよ。でまあもうこっちとしてはまあやっぱりスチール撮ってるからダメなんだなっていうのは分かりますよね。で当然私もそのおじさんがカメラ構えてる方向、まあ何ていうんですか、映るようなところに飛ばす気は元ないわけですよ。当然私も撮影目的で来てるわけですから、まあそのおじさんの気持ちもわかるし、そんな邪魔する気も当然ない。で、まあ一応下ろして、で、おじさんのとこに、まあ100メートル離れてますからね、
まあちょっと叫びながらね、いや一応許可はその確認ちゃんとしてるんですと。で、飛ばしていいように準備私してきてやってるんでって言って、で絶対その映るようなとこ飛ば入りませんからって言うてたんですよ。それでももう結局おじさんはもうダメダメと、こんなとこ飛ばしたらあかん、飛ばせるわけがないというわけですよ。だからもう一方的なんですよね、言い方がね。だからなんていうんですかね、こっちの言い分は全く聞いてくれない。確認をこっちもちゃんとして、来てるっていうことを言ってもね、そんなわけないと、そんなもんいいって言うはずがないと、役所とかね、そういうとこが、っていうことをね、もうだからもうそれ言われても、まあ当然書類とか持ってたんで、メールのやり取りした役職 とね、メールやり取りした内容とか持ってたんで見せようと思ったんですけど、もうそこまで近づくまでもなく、あもうあかんあかんと。で、いや僕は確認もしてるっていうことで言ったら、最終的にはそのおじさん言ったのは、要するに俺が最初にここにおるからダメなんだと、その後から来てそんなもんやられたら困ると、まあ、こういうこと言うわけですよ。だから僕としては何て言うんかな、その当然ね、その邪魔するような気持ちはないんだし、するそのおじさんにも言ったんですよ、もうその絶対入らないように。んだおじさんの飛ばして裏側、もうそのカメラ構えてると反対側飛ばすからと、そっちも桜ありますからね、全然もう山全体桜なんですから、だからそっち飛ばすっていうのもそれダメだって言うんですよね。だからおじさんの持ち物なのかっていう話ですよね、そのもう山全体がね。もう逆に、まあドローンじゃなくてもね、そんなん別に普通に通ったりする人もいてるかもしれないですね。その山の方向、谷向けてね、撮ってはったんですけどね、両側に山があって、当然そこら辺の山とか、どっかに人とかなんか車とか走ってきてもダメダメって言うのかっていう話ですよね。なんで そんな一方的に、ね、言うのかがもう理解できないんですよ僕。あ、邪魔されたくないっていう気持ちはすごくわかるんですよ。だけどね、やっぱりね、言い方がね、もう最初から喧嘩口調なんですよ。もうなんていうか、すべてね、もう自分が最初に来て、準備してやったんだから、もうここにいてる場所からもう言ってみたら360度、もう自分の邪魔になるようなことはすんなっていうことでしょ。要するにね、だってカメラ構えてるの方と逆の方向飛ばすって言ってんだもん。もうそういうのがね、もう本当にね、もう腹立ってね、僕スチルもね、ちょっと勉強したいなと思って、まあ、吉野山せっかく行くから、まあ、撮ろうと思って全部準備をね、カメラとかも持って行ってたんですけど、もう撮る気なくしちゃったんですよね、それでね。でこっちはもう揉める気はないですから、まあ何て言うんですか、おじさんとそういうやり取りして、もうおじさんは一向に話聞かないし、まあもう最後の一言がね、だからもうここは俺が最初に来て、撮ってんねんから飛ばすな。もうそれでね、もう嫌になってね、分かりましたって言って、もうすぐどっか行ったんですよ。まあ他にも飛ばすスポットね、ここら辺で飛ばそうかなと思ってたところがあったんで、もうそっち映ったんですけど、スチル写真の方まではするなんていうんですかね、モチベーションがもう落ちちゃって、する記憶なかったですね。だからまあなんだろうな、そうおじさんもその言い方をね、もうちょっとね、それにだから自分が撮ってる方向の邪魔しないって言ってんだから、反対側飛ばして自分がそっち向いて撮りたい時はすいませんって言って、ちょっとこっち撮りたいから、じゃあこっち側飛ばしてもらえませんかって言うたらいいだけの話じゃないですか。だって自分の持ち物じゃないんだもん、そこも全部ね。なのにそのなんていうか、強調する気はないっていうかね、強調するその余地もないっていうところにね、もうちょっともう僕は腹立ったんですよ。なんかねえ、まあそのなんていうか、ドローン飛ばすって言っても、まあ、撮影目的できる、まあ目的は一緒で来てるんだけど、なんかもう一方的な言い分だけ言ってね、
こうなんていうかな、もう残念っていうかね。だからもう吉野山もね、実はまあ何日かね、まあ雨っていう時もあると思ったんで、まあ風が強いとかね、ドローン飛ばせないんで、あの何日かね候補日っていうことで上げてたんですよ。だけどまあもうね、なんかもう次行く気なくなって、本当は、多分今週あたりはすごく咲いてるのかなと思ったりもしたんですけど、もうちょっとでも行く気がなくなっちゃいましたね。もうこれからもまたそれは何年か経った後にちょっと気分がねまた晴れてね、まあ、また行ってもいいかなって思うかもしれないですけど、でも今年なんかは本当にコロナの影響で観光客の人があんまり来てないから、どうなのかな、普段のその桜の時期の吉野山、ちょっとうるさいな平日の様子とかね、ちょっとわからないんですけど、多いのかなやっぱり。だから、まあ、まあ今年でもね、そんな状況でも僕の方が気分的にももう慣れてるんだったら、もう多分何ですか、来年とか行っても多分ダメなんだろうなと思いますよね。はい、ということで、もうちょっとぐちぐちね文句ばっかりの動画なってますけど、でもドローンやられてる方ってね、結構ねそんな問題多いですよね。もう観光スポットっていうのはねなかなか飛ばせないですよね、結局ね。だから許可とかちゃんと絶対その何ですか、いろんなところに問い合わせして、まあ、いいですよ、飛ばしてもいいですよって、いいですよとは言ってくれない場合が多いですけどね、大体ね。まあ問題ない、飛ばすことに特に問題がないってなった場所で飛ばしてて、でも第三者となんかこうね、そういう揉めてなった時は多分役所とか言いに行ったらこっちが弱いですよね、絶対。まあなんででしょうね。公園なんかでとかでも、例えば公園なんかとかでも迷惑するような、他の人が迷惑するようなないことはやったらダメ、まあ例えばゴルフの素振りとかねやったらダメとか言ってますけど、まあ、キャッチボールとかね。だけどキャッチボールやってても多分ね、そんな警察に通報されたりすることはないだろうしね。だけどドローン飛ばしてたら多分速攻通報されますもんね。なんだかね、おかしい、おかしいですよね、なんかね。もういや、本当にそういうのがあるとね、もう嫌だなっていう気持ちになっちゃいますよね。最近だからね、若干練習もね、まあポツポツは飛ばしにいってるんですよ。だけど YouTube にアップするような、なんかこうスポットに飛ばしに行くっていう機会がちょっと減っちゃってますよね。まあ大体近いところも結構行っちゃってるっていうのがあるんですけどね。なんかこうドローンの楽しみ方でこう継続して楽しめる楽しみ方、まあ、技術向上とかそういうのでこうなんていうかな、練習するっていうのはねあるかもしれないですけど、まあ、僕の場合そんなスピードブンブン出してやるようなやつじゃないし、まあ、そういうのにあんまり興味がそこまでないっていうのもあるんで、どっちかというとやっぱり撮影をね、まあ、うまく撮りたいなっていう方が強かったりするんでね。今回の吉野のとこでも一応やっぱりね、あんまりこうスチール写真撮ってる人とかも結構、まあゼロではなかったんで、なんだろう、やっぱあんまり低空でね飛ばすと、まあ、他の人の迷惑になっちゃうかなと思って、そこそこの高さから、まあ、上から下を撮るとか、グググッとこうねカメラ、ジンバルの中でのカメラの向きを変えるとか、まあ、そういうのに止めてね、まあ、本当は桜の近くのところをぐーっと反り上がるようなね、接近した動画も欲しかった、映像も欲しかったんですけど、まあ、そういうのってやっぱりね、写真撮ってる人のなんか映り込んだりとか迷惑になっても嫌だろうなと思ってね、まあ、撮れなかったんでね。僕いつもなんていうかドローンの練習をね、しに行ってるところなんかは桜、まあ、去年かな、桜の動画上げてたんですけど、そこなんかはね本当にあんまり人がいてないんで、ゆっくり撮れます、近くでね。だからもうそういうとこの方がねやっぱりいいですよね。まあそれも同じとこばっかりで撮ってたらなんかもう飽きちゃいますけどね。だけど、まあどうなのかな、やっぱり
まあ、吉野本当はすごい、吉野にはすごい期待をしてね、ワクワクしながら行ったんですけど、なんかもう あのすごくめいって帰ってきました。まあそのおじさんもね、そんな、まあもともとそんな悪い人ではないとは思いますけど、まあ、もうちょっと言い方考えてほしいなと思いましたよね。上からそんなもの言うっていうかね、お互いなんかこう、こうなんて意見交換してこう、なんていうんかな、こう、調整できる範囲っていうのが ない状態に一方的に言われてしまうと、もうどうしようもないですよね。交渉の余地がないってね。はい、ということで、もうちょっとぐちぐちね、本当に申し訳ないなと思いながら話してましたけど、まあ、ドローンやってる人はちょっとはね、共感できるところもあるのかなと思いながらね、話をしてましたけど、なんか関西でね、飛ばすスポット、あったらね、逆にも教えてほしいなと思います。まあ、結構ね、行っちゃったんでね。はい、また、もしあれば教えてください。ということで、今日はこの辺ね、指定しようと思います。まあ、ぐちぐち言ってるこんな動画もたまにあげますんでね、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。